久保さん。やっぱあの、あれですね。最初のあれはちょっと気合入ってますね。<laughs> またゼロに戻るっていうね。<laughs> 行っても行ってもまた1からっていうね。<laughs> うん。なんだろうな。まあ早かったですね。うんまあ久保さんも言ってた通り多分、まあエホアの商人さんのあの動画からきっかけでね、まあ始まったわけなんですけど。 まあ本当に神の領域になったのかなっていう。神の領域っすよね、これね。もう一部ですからね、久保さんとのやりとりは。別に <laughs>。多分神の領域っすねうん。でもこの神の領域も結局、なんかすごい領域に見,せ見えそうで、日々やってることはちょっとなんですよ。ちょっとですよ。うーん あのまあ、ちょ、その、ちょっとも他の人よりちょっと違うあるんで、<laughs> あれですけど、うん、でも、例えば僕2万本、久保さんも何万本取ってますけども、じゃあ1日でね、2万本取れますか久保さんも無理です。僕も無理。さすがに。まあ、コマ1秒とかだったら分かんないですよ。コマ1秒 <laughs>。コマ1秒でも、でもね、2万本をこう、手動でアップロードするだけでも大変ですからね。2万回のコピペすら大変ですよ。 はっっきり言って <laughs> この僕結構その今あのまあ商品の僕はプロモーションいつもしてるのでまあその一般公開する動画はもうちょっとね精査し始め精査は今年からしてるんですよである程度商品売ってまあ終わったかなっつったらそのため込んでた限定公開100本200本300本を一気に限定公開から公開に変えるんですよでその 限定から公開に変えるそのクリックするのも300回ぐらいクリックすると1時間半ぐらいかかるんですよ。1個1個やると。まあ、一括でもできるんですけども、一括でやるとね、なんか順番ぐちゃぐちゃになるんですよ。だから一応1個ずつその、こう、更新していくように、まあしてるんですけど。まあ、一括でやっちゃっても、でもね、ぐちゃ、前やったことあるんですけど、もぐちゃぐちゃになるんですよ、なんか。<laughs> かまあ、いいんですけど、まあ、とりあえず大変ってことです。<laughs> だからまあ うん日々のやっぱ積み上げっていうのがあ神の領域に行くんじゃないかなと僕、まあ僕一郎選手の言葉のすごく好きな言葉があってあのー、うん大きい、まあ、成功大きいところに行くにはあのー、なんだあまあ積み上げることしかないよと、まあ、それが一つの道みたいなね正確になんだっけな 一路うん、積み上げる。あ、そう、これだ。小さなことを積み重ねることが、とんでもないところへ行く、ただ一つの道と。ただ一つの道っていう、この、ただ一つの道っていうのが僕好きなんですよ。だから、積み、なんか毎日なんかやりましょうとかね。あの、毎日その、なんか、うん、なんかね、一歩前にとかね。 まあまあまあ、まあまあじゃないですか。ただこの、一つの道っていう、ここの言い切ってるのが好きなんですよ、僕。そう。だただ一つの道いただきましょうか、これ。ただ一つの道っていうのが僕好きなんですけど。うん、だから要は神の領域に行くのも結局、小さいことを積み上げてきただけなんで。うん、逆を言うと。うん。だからよくね、本当にまあ、 吉谷さん喋るの得意なんでしょうとか言われるんですけど、まあ、久保さんは知ってると思いますけどね。僕、全く喋れなかったですからね。まあ昔のビデオちょっと残ってないんであれですけど、久保さんは生でライブで見てたと思うんですけど、僕はあなたよりバカですみたいなね。喋ってましたけど、今風にこんな風に喋れないさ、あの時は。 まあ裏方でずっとなんかやってたんで、喋るってことがなかったですから、もはや喋りながらセールスレター書くとか、喋りながらメルマガ書くとか無理なんで、もはや喋るっていうことを僕はやってなかったんで、だって喋りながら文章書けます。不能でしょう <laughs> だからもう一日中喋らないっていう、もう何日もありましたからね。 もう逆に喋りかけるなってことで会社でヘッドホンバーンかけて音,音量爆音してもう喋りかけるなオーラを出してずっと無言でこ,このなんだキーボードを叩き続けるっていうね一日中ザラにありましたねなぜならばあの喋りながら文章を書けないからです <laughs> そんな器用じゃない <laughs> そんな器用じゃないですよだから喋ってないんですよ僕うんだからなんか まあよく言わ、まあ最近は言われるようになりましたけど、ただやってきただけなんで、うん。ただベースがあるとするならば、まあ、僕は文章を書いていたので、まあその文章を書くっていうことはまあやってきた。でもそれも10万通ぐらい、メルマガで言うならば10万通以上書いてますよ、もう。なんで、その原稿だったりとかね、まあ、プロダクトロンチの台本だったりとかも作ってきましたけども、まあそういうベースはあるんで、それを自分の言葉として今度しゃべる。 でも台本があったとしても、じゃあうまく喋れるんですかっていう話で、それもまた別じゃないですか。じゃああなたは台本があれば声優さんになれるんですかって話じゃないですか。え、台本さえあれば、台本さえあれば、ワンピースのルフィの声優になりますエヴァンゲリオンのシンジになります声優さんになれますなれないでしょう。声優さんも,もめちゃめちゃ練習してるわけじゃないですか。多分と、すごい茨の道だと思いますけど、ただ声を発するだけでもういろんな練習するだろうし、 うん、超なんかいろんなことやってきたと思いますけどね。台本があれば声優になれますかなれないですよ。うん。だからまあ、すべてはやっぱ、うん、やってきたことの積み上げでしかないかなっていう。で、あとは何をやるかっていうことですね。何を選択するかっていうのが本当に大事。ただまあ、億万長者合宿でそ、ね、久保さんも YouTube やれみたいに言ってますし、<laughs> まあ、テクノロジーで使えって話ですよ。うーん。 久保さんが麻雀店でいくら頑張っても多分今の生活には無理ですよ。絶対ならない。絶対と言っていいと思います。他人事ですけど。<laughs> 他人事だけど、<laughs> 麻雀店を経営して従業員雇ってて、今の生活ができるのか、朝から暇でなんか山戸くんと戯れる生活ができるのか、絶対無理ですよ。人を雇ってたら人の問題出てくるし、ね。いろんな問題、もうとにかく問題出てくるんで <laughs>。 無理無理 <laughs>。そう。今はテクノロジーがね、まあ、久保さんと僕が遊んでても、動画が勝手に働いてくれるわけでしょ。うん。だから、これはね、だから、まあ、が、まあ、積み上げることも大事なんだけども、何を積み上げるかっていうのもすげえ大事だと思います。だから、ここの選択を誤るとよくないと思います。で、僕はこの選択を結構誤らなかった。要は、 あの喋るのが苦手だったし喋ってこなかったけれども、まあ、こ,れからはこれからはというかその何かを喋って伝えるという行為は10年後も20年後もなくならないだろうし、まあ、YouTube があれば、まあ、そ,それが残るじゃないですかだから自分の営業マン自分の分身が YouTube で喋ってくれるわけですからあのこれ極めたらもう勝ちじゃないかなと僕は分かったわけですよ。 でも最初はめちゃめちゃ言わ,言われたんですよ。そんな再生数でみたいな。だ僕は東京離れるときね。東京離れるとき、六本木が見えるあのなんか屋上のバーベキューかなんかでそこでね、吉谷がちょっとやめるようになめましたみたいなね。<laughs> で、で最後ポロって言われたのが、まあ、吉谷が YouTube 始めたらしいと。で、再生数はまあ100とかだけど、まあ、それでもよかったらあのこん教えてもらえみたいなか。一 <laughs> 語一個覚えてないですけど、言われましたよ。 うん、まあ正直バカに、まあ、まあね、バカにしてるわけではないかもしれないですけども、まあ、から見たらね、今もそうだと思いますよ。うん、だから事実なんで仕方ないですよね、それは。うん、だからおっしゃる通りなんですよ。再生数100。その事実は変わらないと。でも事実は変えてきたと。再生数100だったとしても、もう2万本という事実を作ってきたと。これから3万本、10万本っていう事実を作っていくと。<laughs> じゃあその事実から得た結果はどうなのかと。 僕はこう思うんですよ。仮に1再生だったとしても1億本作ればね、1億 PV です。<laughs> 1再生でも 1, 1億本作れば1億 PV です。神の領域ですね。1億 PV って結構神の領域じゃないですか。<laughs> 1億 PV。ね。多分その動画でも1億回すって結構しんどいと思うんですよ。1本でね。<laughs> そう、有名 YouTuber でも、1億回、一つの動画で回すって、まじ神の領域だと思いますよ。1億回は。うん。まあ、も,もちろんね、1再生で1億本作っていくっていうのも神の領域だと思うんですけど、僕はこっちですね。まあ、1億本は無理だったとしても、10万本はいけるかなと。つまり1、1、一つの1再生が100だったら100、100×10 万。なんぼだ。<laughs> 100再生 ×10 万で、いくらっすかね。 1 0 0百1 0万100千1万10万110100千万10万100万1000万トラフィックスね1000万アクセスです <laughs> まあまあよくないですか100再生でも <laughs> 1000万アクセスです10万も作れば <laughs>、ね、<laughs> これはね正直あのー できないことはないですからね、積み上げれば。一本を一億回回すのはかなり難しい。だけど、日々動画を撮り続けてアップし続ければそこに到達するんですよ。で、これはできないことはないんですよ。ただ、この一本で一億回回すのは、正直、まあ、奇跡というかね、まあ、奇跡的ななんか、なんないと難しいと思いますよ。まあ、超有名なね、 そのまあ1億回回る動画って結構 PV が多いんですよ音楽のねだからその超有名な音楽音あのアーティストのプロモーション PV だったら分かるけれども普通の YouTuber で1億回はまあかなり難しいですようんだけどなんだ10万本撮るとかは日々毎日何本か撮ってればそれずっと続ければいきますから本当に。 うん、だからこの現実、この現実は作れるんですよ、この現実は。でも、1本で1億回すっていう現実はかなりむ、だから、どっちが難しいのって思うんですよね。いや、こっちも確かにまあ、難しいと言われれば難しいかもしれないけど、ただ、1日積み上げるっていけばそうなるので、続けていけば、まあ、必然と。でも、こっちはいろんな要因がないと無理なんで、1本で1億は。 こっちの可能性を願うのか、こっちの事実を確実にこなしていくのか、僕はこっちの今日の確実を確実にこなしていくっていうを選びますけどね。その選んだ結果が今にあり、まあ今だいぶ落ち着いてきましたね。うん。そう。うん。はい。まあいろいろ申し上げましたけど、 まあ一つの道ですよ。あなたはどういう一つの道を、ただ一つの道を選ぶかっていう。僕はもう積み上げるっていうものを選びますけどね。で、あと、手段ですよね。手段はテクノロジーを使うと。で、テクノロジーを使うと、積み上げると、それがアーカイブになるっていうね <laughs> そう。今までの積み上げと全くやっぱ違うんですよ、これは。本当に。だこの可能性に気づいてるか気づいてないかは、本当にね、大事だと思いますよ。 うん、この可能性にうんはいいってらっしゃい